っちだ、手を伸ばせ。そんな、まずい、このままじゃ。今行くわ。この声は、困っている人は見逃さないスーパーヒロインビビの登場よ。月光が力を貸して。うん、よし行くよ。それそれ、よいしょっと。助けてくれてありがとう。大丈夫かい。うん、すごい、リリーはみんなの憧れだね。誰かが困ってたら私が絶対に助けるわ。また困ったら私は呼んでね。バイバイ。バイバイ。花もリリーになりたい。今日もかっこよかったもんね。うん、私もリリーみたいに誰かを助けたいな。でもどうやったらなれるかな。困ってる人を助けてあげたらいいんじゃないかな。あ、そっか、さすがときみお姉ちゃん。じゃあまずは困っている人を探しに行こう。ああ、お家の中には誰かいるかな。誰か助けて。いたー。あー、もうどうしようかしら。で、ママ助けてほしい人ってママだったんだ。あら、二人ともいいところに来たわね。なんか嫌な、何か私たちにしてほしいことある？花のお洗濯。え？君はお掃除をしてちょうだい。え？ママ、それはお手伝いじゃん。私たちはお手伝いじゃなくて誰かを助けたいの。あら、お手伝いも立派な人助けよ。ほら、後でお小遣いあげるかな。しょうがないな。そうじゃないのに。学校には誰かいるかな。助けてください。いたー。タクロ、最後の一人だぞ。何としても避けないと僕のチームが負けてしまいます。でも僕だけで勝てるんでしょうか。タクロ君、うん、絶対一緒に勝とうね。花さん、やっぱり美しい。ん、よそ見してる場合じゃないぞ。それ危ない。しまった。ドキリ君、うん、困っている人は見逃さないスーパーヒロイントッキーだよ。トッキー、いやいときみ、リリーの真似をしたって負けるわけにはいかないぞ。ルーナ君も意外とリリーのこと好きなんだね。そんなことないやい。おっ、ああタイガ君、よそ見してる場合じゃないよ。やったね、ときみちゃん。僕たちの勝ちです。ときみ、本物のリリーみたいだったぜ。えへへ。おーい、タイノスケ。タイノスケったらどこ行ったんだろう。一緒にスーパーヒロインリリーごっこしようって約束してたのに。返してよー。お、返してー。僕の名前。返してー。僕の名前。タイノスケ、タワ君、ストップ。タイ、どうしたの。タワ君が僕のお絵かきセット取った。ダメだよ、タワ君、タイノスケを取っちゃ。違うの、僕の名前。困ったな。あ、そうだ、ハーノが仲直りさせてあげよう。タワ君の好きな色は何？黄色。タイノスケは？うーん、青かな。じゃあハーノはピンク。二人とも自分の色しか塗っちゃダメだよ。うん、ピンクといえばリリーかな。青色で何を描こうかな。あ、僕のお洋服も青色だ。僕の完成。お、僕も青なのに。タイノスケ、タワ君も描いてあげようよ。あ、そっか、これ。うん、これが僕でこっちがタワ君だよ。ありがとう。うん、仲直りできてよかったね。ご褒美に仲直りの印を書いてあげよう。かわいい。仲良しだね。またやだ、また恥ずかしいもん。うん、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 これで恥ずかしくないもんね。もう、タワ君ってば。えいっ。ええ、タワ君がピエになった。ピエはスーパーヒロイン、ハノーがやっつけてやる。助けてピエ。よし、信号渡るぞ。ええ、うわ、
車が怖くて渡れないよ。待って、タイノスケ。ときみお姉ちゃん、横断歩道は危ないから一人で渡っちゃダメだよ。ちゃんと渡る前に手を挙げて、車が来ないのを確認してから渡ろうね。うん。あ、ときみお姉ちゃんありがとう。へへ、ガタンゴトン、ガタンゴトン。次はポケルン駅、ポケルン駅。お、やっと電車に乗れたわ。赤ちゃんだ。空いてる席は空いてない。嫌なのだ、座りたいのだ。ごめんね、ママが抱っこするから。よし、すみません、ハンドの席座ってください。あら、いいの、ありがとう。お姉ちゃんかっこいいのだ。ああ、それほどでもある。ただいま。今日はいっぱい人助けができて気持ちがいいな。ハンドもリリーになったみたいで最高。あら、二人ともおかえり。あ、ママなんだか嬉しそうだね。あなたたちがお手伝いしてくれたおかげでママ助かったわ。このまま何も起こらないで過ごせればいいのにね。そうだね、平和が一番。俺様はロケット団の大様だ。この家のポケモンたちをいただきに来てやったのさ。あ、もうやっぱり。だって私たちはポケルンファミリーだもの。何も起こらないわけないよね。行くぞ、サザンドラ。あのポケモンすごく強そう。でもこっちも負けないよ、ポケータ。あら、戻ってきちゃった。サザンドラの怖い顔だ。このままじゃやられちゃう。助けてって言ってももう助けてあげないもんね。いけー、破壊光線。わあ、そこまでよリリー。何者だ。困っている人は見逃さない。スーパーヒロインリリーの登場よ。本物だ、うちに来てくれたの。うん、私はどこにいる人だって助けるのよ。誰だって関係ない、これで終わりだ。サザンドラ、ニフィア、私に力を貸して。姿が変わった。チャームボイス、ララ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 ー。ほほほほほー、助けてー。あなたは助けません。リリー、ありがとう。やっぱりリリーはすごいね。そんなことないわ、私だっていつもポケモンたちに助けられているのよ。誰かを助けたいっていう気持ちが大事なの。そっか、あなたたちでもできるんだね。そうよ、じゃあ次は二人にご飯作ってもらおうかしらね。もうママ、あのお腹すいた。さあ、今夜別れよ。うわー、やったー。あ、ほら、あんたも食べてきなさい。やったー。10月13日、ポケモン交換会を開催するよ。今回はなんと北海道。任天堂スイッチとポケットモンスタースカーレット・バイオレットのソフトを持ってきてね。詳しくは概要欄をチェック。たくさんの応募待ってるね。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッツだったので両方選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またポケルン TV